どうもこんにちは、チチリです。いやちゃん、今日ねバイクの映像を撮ろうと思ってて、で昨日の夜からずっとバイク直してたのね。でなんとか2台走れるようにはしたんですけど、メンテナンス全部やってね。でもうこの大雨でしょう、何にもできないので、自転車触ろうかなとチャリンコもね、やっとコンチネンタルのグランプリの5000のパーツが来たので、タイヤが来たので、それをガンの RS に組み込んでいこうかなと思ってます。それと SNS を見てる人はみんな知ってはるんですけど、私ほとんどもう自転車なのね。何するにも、犬とキャンプ行く以外はね。なのでだいぶ消耗してると思うね、あれウノの方が。だから綺麗にちょっとして、洗車していきたいと思います。チェーン外してね、全部ね。はい、それではやっていきます。ハイトが高いとめんどくさいのね。延長したりなんかいろいろせなあかんから。よし、やっとグランプリ5000がつくよ。悪いタイヤじゃないんですけどね。ウルトラスポーツコンチネンタル、全然違う、もうまるっきり違う。どこや、ほら、もうクッション性から何から何まで全然違うめちゃめちゃ良かったよ。ハイトが高いと面倒くさい。ほら、まあ、これは50やからいいけど、こうね、これ延長してるのね、これこんだけないもんだって。ここが80とかないでしょ。だからしょうがないね、これは。こっちもっと長いからね、これ後ろは80やからね、すんごいシュワルベのこれ、ほんでこれ脱着式じゃないと無理やから、足すにもね、ここが取れないのがほとんど多いから、よくだからなかなか、シュワルベのやつ使ってますけどね。
そういうことです。はい、変えていきましょう。でチューブラーとかチューブレスとかいろいろあるでしょ。クリンチャーじゃないと嫌なのパンク修理めんどくさいもんなので私はクリンチャーじゃないと嫌な人なんです。だからカンパのこれにしたの。ボーラワンとかやったらないでしょクリンチャーボーラウルトラはさすがにな、高いからな、なかなか買えないですけど、ボーラワン迷ったんですけどね。なかなか地味な作業でしょ。大丈夫そうやな。よし、あとこれ空気入れれば出来上がり。よし、次こんなんやもんな。ハイト80なんかいたら大概やで、ね、ある程度ぐらいいいね。そらデュラエースやったらもっといけるけどな。デュラ高すぎんねんびっくりするぐらい高いからな。なかなかつけられへんデュラエースなんて。そらつけたいよ、つけたいけど、それでもでも85万ぐらいしてるのよこのバイクそれにデュラつけようと思ったらまた20万ぐらいになる。もうちょっとやるかなそれよりも、ウノを105に変えたいねんな。あれ今、まあ、は後で説明するけど今何やったっけ、何やった、まあ、は105に変えたい。今の105ってめっちゃいい、あの新しくなったやつね。あれ欲しいわ、めちゃめちゃいいっすよね。昔のやつじゃなくて今の105はすごく性能がいい。アルテグラともそんなに変わらなくなってたらしいですからね。カルトはめっちゃいいっすよ。転がるめちゃめちゃいい。カルト、さすがカルト。 USB より全然カルトですよまあクリンチャーすればするほど重たいんだけど、だからもうあのあれカーボンディスクにするんやったらもうあのクリンチャーでも何でもいい。あ、クリンチャーじゃないわ、チューブラーでもチューブレスでも何でもいい。ちゃうねん、リブブレーキでしょ普通。カーボンのリブブレーキが嫌なのさ。だからこれアルミここ入ってるんですけどね。カーボンのリムブレーキが嫌ん、あの、まあ、効かないことはないけど、カーボン専用のゴムのやつもつけなあかんし、摩耗したらもうどうにもならんし、でここ削れるし、だから嫌なのね。だからフルカーボンのホイールにするんやったらもうあれカーボンディスクにする。あ、完璧。あ、いい感じやね。よしよし。このゴムのネチャネチャ感が素晴らしい。いいね、カチンコチンや。よいしょ。
すごいっしょ。止まらへんねこれ、ほんまにずーっと回り続けてるもん。そう、すごいよこの転がり抵抗のなさ、さすがやと思う。そんな感じでございます。ラチェットも結構でかいですけどね。やった、とうとうグランプリ5000になった、嬉しいね。よし完成です。さあ UNO の方ちょっと手入れしていきます。UNO に変わりましたけど、ほとんどこれしか乗らないからね。あっち側はタイムアタックとかそのなんていうの、身に何もつけてない、あの仕事に行くようじゃないやつやからたまにしか乗らないよね。だからほとんどこっちに乗ってるから、こっちがかなりくたびれてるのね。でこれを買ったの、なんかチェーン洗浄機っていうやつ売ってたから、でこれを試しにやってみたいと思います。楽しそう。ディグリーザーとかあればいいねんけど、ブレーキフルードしかないから、それで、いろいろきれいにしていきたいと思います。フルって書いてあるから、ここまで水入れればいいねんな。じゃあこれでやっていきまーす。さあどうなんだよ、きれいに取れるのかね。よで、これをこうはめるんでしょ。はめてこんな感じ、こんな感じでいいのかな。でこれ外でやるべきやな。家の中ではできない。ああなるほどね。結構汚れ取れるよ。よし、こんだけ汚かった、こんなもんでいいんじゃない。面白いわこれ。こんな感じ、結構汚れてるよね。よいしょ、でどうすんの。とりあえず拭こうか。116リンクやろうのか、結構めんどくさい、腰痛くなってきた。楽しいけど、ね、綺麗になるのは好き。はい、それではできたので、一コマずつ注油いくぞー。はい、次はスプロケット。さあこれをきれいにしよう。よドロドロになってるもんな。よいしょ、せーの、よし、あれ取れたかな。あー105に変えたい。お金があれば105にする。よいしょ、汚っ。おお、きれいに落ちる。よし、詰めた。よし、すべすべまんじゅうガニの恩返しやん。ありがとうすべすべ、あったよ。よいしょ、ピカピカになった、きれいっしょ。あ、きれい、めっちゃきれい、油も何にもあらへん、いいねこれ。
よし、はい、それではね、だいぶきれくなりましたね。で、あとここ、このタイヤのこのカス、これ全部取りたいと思います。暇つぶしになるわこら。日頃メンテナンスできないからね、こういう時に思いっきりやっとこう。わかるかな、劇的ビフォーアフター、こんな感じ。こうやったら見える？真っ黒でしょ。ほら、めっちゃ綺麗だったで。めっちゃ綺麗だった。よし、 あと3つか。いや、頑張ろう。おい、綺麗になりました。よし、なかなかいい感じ。めっちゃ綺麗になった。ピッカピカや、ピッカピカ。あ、いいね。そう、よっしゃ。あー、めっちゃいい。あー、気持ちいいね。それもいいよ。スライタリアのセルに変えたんですけどね、いいですねこれ。なかなかめちゃめちゃ座りやすい。おお、めっちゃいい。めっちゃ綺麗になった。めちゃめちゃいい。いいね。まだここ変え、明日ぐらい多分パーツ来ると思いますけど、ここ変えたい。あとバーテープ巻き直したいのと、あと、バーテープフィジークのやつ買ったんですけどね。で、エンドキャップも変えたいんで、多分明日には来ると思う。注文したから。あー、105にして綺麗にしたけど、空やもんな。空9速しかないもん。105にしたいわ。ある程度はいいわ。ある程度は別にいいから、105で十分やねん。5万3000円とか5万4000円とか言って言ってたな。こないだの時やっときゃよかったかな。キャンペーン期間中やともうちょっと安くなってたんですけど。よし、できた。はい、おしまい。さあ、そしたら、はい、ではお疲れ様でした。